世界では今大きな変化が起きています。世界の人口は急激な増大を続け、2030年には86億人に達すると推定されています。人口増加が著しい新興国では都市化が進み、人や物の移動にも劇的な変化が起きています。そして自然環境や人々の暮らしを脅かす地球温暖化、これらの問題を解決するために最先端技術を使ったインフラや再生可能エネルギーへの取り組みが求められています。日本光栄グループは誠意を持ってことにあたり、技術を軸に社会に貢献する、この経営理念をもとに、これらの世界に山積している社会課題の解決に尽力しています。日本光栄は1946年に久保田豊によって創業されました。創業初期より土木電力に関する技術と知見を生かして、国内はもとより世界各地で多くの開発事業を成功に導き、豊富な実績のもと優れた人材を結集して各国のさまざまな問題を解決し、安心安全で快適な生活環境づくりを実現しています。現在建設コンサルタント企業としての売上規模は国内ナンバーワン、年間受注件数5500件以上、世界160カ国以上の国と地域で事業を展開、電力エンジニアリングを含む幅広い分野をカバーした総合的な技術力を発揮している企業グループです。日本光栄グループでは世界が直面している課題を解決するため、特に3つの取り組みを強化しています。1つ目が現在アジア各国で進めている鉄道建設、交通渋滞と二酸化炭素排出量を減らし、人や自然に優しい都市環境を実現します。コンピューター上で3次元モデルを組み立てる先端技術ビムをいち早く導入、バングラデシュの首都ダッカの MRT 建設にも活用しています。2つ目が先進的な都市空間づくり、歴史的建造物の高度な改修のほか、都市の新規開発や再開発において土木と建築の技術の融合を目指しています。3つ目が再生可能エネルギーの供給増加に伴うエネルギーシステムの安定運用、日本光栄グループは分散型電源、蓄電池を利用した電力の安定化技術、IoT を活用したモニタリングシステムなどの事業を進めています。日本国内そして世界各地のさまざまな社会課題解決に貢献するという信念が新たな事業創出への原動力となっています。日本光栄グループのコア技術を担っている中央研究所では明日をリードする研究開発を行っています。社会が成熟するにつれ課題は複雑化し、求められる技術が進化しています。それらに対し建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして将来を見据えた基礎研究や応用研究を推進、さらには国境を越えて世界各地で活躍するエンジニアの育成など、グローバルでの技術・人材のハブ機能も担っています。世界中の快適な生活を実現するために卓越した技術開発を今日も続けています。刻々と進化する世界の潮流、そして世界はまだ見ぬ豊かさを求めている人々で溢れています。日本光栄グループが望むこと、それは安心安全な暮らしを世界に届けること、
そのためにこれからも長期的視野を持ち、豊かな未来を創造していきます。世界各国では多様な社会背景を持ちつつも、その未来の実現に向けて共感し、日本工営と共に進んでいくパートナーたちが活躍しています。日本で積み重ねてきた高度な技術を核に、世界中の英知を集結し、世界各国の人々の生活を支えるグローバルなコンサルティング&エンジニアリングファームとして、日本工営グループはこれからも世界で進化を続けます。誠意を持ってことにあたり、技術を軸に社会に貢献するという経営理念を携え、